漫画の話が続きます。クリオネブルドックさんから、青年雑誌ビッグコミックで連載中の人気漫画ゴルゴ13、はい、13、はい、そうそうそう、ゴルゴ13ね、30と言おうと言って今13、ね、どっちか13、あ、そうや、13、はいはい、そうそう、はい、生誕45周年を祝う会が13日、あ、13日というのがまた、はい、ええやないですか、うん、ね、都内で行われ、原作者の斎藤隆夫氏をはじめ漫画家関係者らが出席しました。斎藤隆夫氏は1968年の連載開始から現在まで一度も休載することなく45周年を達成、自ら10年が精一杯だと思っていたと、異様に驚きつつもまだちょっと頑張りますと満面の笑みを浮かべておりました。最終回の内容は小回りも全部頭の中にあると笑いながら話していた、うん、最終回のことも頭にあるぞ、そこに向かって話を書いている。どんなゴルゴの最終回なんか、皆さんやったらどうしますかね。ゴルゴがやっぱり誰かもう一つ別のスナイパーにバーッと撃たれながら、時代は変わっていくと言いながらバーンと倒れるか、それともやっぱり最後の仕事を終えて人知れずどこかの、俺はこれからは自分のために生きると言いながらこうずっと行くのか、行くのかどうするいうことですよね。これね、はい、でもなんかこうあるんだ、ありますよ、どうするいうのは。しかしね、45周年も経ったいうこと、これ僕の大学の時にずっと一緒、必死になって読んでました、はい、でももうこのシリーズはやれへんやろうなというゴルゴもね、あの時代が変わってきましたでしょ、はい、一番やっぱり華やかなりし頃はゴルゴ、うん、冷戦時代です、はい、ね、アメリカとソ連の情報合戦の中にゴルゴがどう割り込んでいってですね、ガーッと行くのかという、うん、冷戦時代、今はそうすると中東のあのごたごた感なんかで、ね、うん、西側諸国といわゆるイスラム圏の中のごたごた感なのかということですが、冷戦の時はだからものすごい題材もあります。ゴルゴって、うん、年はいくつですから、今話そうと思ったのは、うん、はい、このシリーズはもうやれんなといったとき、繰り返しくらい繰り返し出てくるのが、ゴルゴ13、デューク統合、彼は一体何者なのだというやつですよ、はい、ゴルゴ13のルーツを探る、うん、一体どこの出身の、どういう育ち方をしてあんな風になったんや、うん、というような、はい、で私も調べてみましたらね、うん、このゴルゴ13のね、ルーツについては、うん、東健作説、芹沢五郎説、アレクセイ・スメルジャコフの息子説、後藤隆之説、東郷京介説、東郷英治説、グレゴリー王子、東郷ロマノフ説。それ誰と誰だ、東堂隆史説、アイラ十三の双子の兄説と、これだけがですね、出てくる。で、ましてやね、東健作説なんかはね、うん、なんか戦時中のある機関にお父さんがいて、はい、そしてなんかその、なんかごたごたして、はい、特攻かなんかがダーッと踏み込んで、お父さんをバーッとしょっぴいていく。そこで、お父さん行かないでーと泣いていた少年の行方が今さ知れない。彼こそが、ゴルゴ13かもわかんない。それが何、漫画？漫画。そういう漫画があって、そう、過去がそんなあんねん。あるのという、特攻が出てきて、なんとか機関の戦後というような、はい、そういう設定で、あのどさくさで、なんとか機関、そしてその後少年はどっかの機関で鍛えられて、こういう能力を得てというような話は、はい、45年経ったら、もう、都市的にどう戦後のどさくさに子供だった頃のゴルゴが今そのどさくさからこうなったような話は、うんうん、戦時中のどさくさでっていう話ができんくなってくる。もう70歳とかそういうことになってくる。それこそ最終回あってもう、わしは足腰が立たんようになった、でもう引退するわいう。女とよう寝てるシーンありましたよ。ゴルゴ、あなたはそっちの方も素晴らしいわいうセリフがあるんやけど、ゴルゴ、ダメね。見た目変わらへんけどね、漫画ではね。そうなんや、きっとあっちも赤いようになってると思うわ。なんでしょうね、わからんな、ゴルゴ仲間なんやな、私と。なるほどね、はい。